According to Zekaria Sitchin's life work or the Earth Chronicle, a severe war between Marduk and other Anunnaki broke out in around 2 millennium BCE. During the war, the cities of Mesopotamia were abandoned completely to nothing. It writes about the war as follows, but was the war over then? The answer is no. Even now, the war continues and it's still going on. Today, I will talk about the conclusion first. Even now, the war of Marduk, assisted by Martians and Pleiades, and the war of Inanna, supported by Anunnaki, continues to this day. In this video, I will prove each fact with evidence. The book writes as follows. 2024 BCE, leading his followers, Marduk marches on Sumer and thrones himself in Babylonia, fighting spleis to central Mesopotamia. Nippur's Holy of Holies is defiled, and Rear demands punishment for Marduk and Nabu. Enki opposes, but his son Nergal sides with Enlil. As Nab marshals his Canaanite followers to capture the spaceport, the great Anunnaki approve of the use of nuclear weapons. Nergal and Nimruta destroy the spaceport and the errant Canaanite cities. 2023 BCE, the winds carry the radioactive cloud to Sumer. People die a terrible death, animals perish, the water is poisoned, the soil becomes barren. Sumer and its great civilization lie prostrate. Its legacy passes to Abraham's seed as he begets at age 100. A legitimate heir, Isaac. ゼカリア・シッチンの地球年代記によれば、紀元前2000年頃、マルドゥックと他のアヌンナキの間で大変な戦争が起きました。で、メソポタミアはその戦争によって廃墟になりましたが、その戦争はその時終わったのでしょうか。答えはノーです。現在の今もその戦争は続いています。今日は最初にその結論を話しておきます。現在の今も火星人とプレアデス星人に助けられたマルドゥックとアヌンナキに支援されたイナンナの戦争は今の今も続いています。この動画の中で私はその一つずつを証拠を添えて証明します。ゼカリア・シッチンの地球年代記には次のようにあります。紀元前2024年、彼のズサを引き連れ、マルドゥックは自らをバビロンの王となし、シュメールを更新した。戦闘は中央メソポタミアへと広がった。ニプールの聖地は汚された。エンリルはマルドゥックとナブを罰することを要求した。彼の息子のネルガルはエンリルの側についた。ナブはカナン人のズサを率いて宇宙空港を奪還しようとしたとき、偉大なアヌンナキは核兵器の使用を承認した。ネルガルとニヌルータは宇宙空港とカナンの都市を破壊した。紀元前2023年、風は放射性の雲をシュメールへと運んだ。人々は恐ろしい死に方をした。動物は死にたい、水は毒となった、土地は荒れ地となった。シュメールとその偉大な文明は消えた。その遺産は正当な相続人としてアブラハムの種へと引き継がれた。その時アブラハムは100歳、そして
イサクがその後を継いだ。広し林浜松シティジャパン。画面を見ながら説明します。アフリカのマリ、ドゴン族の現在は首都となっていますティンブスク、あるいはトンブクトゥと表記してあるのもあります。ティンブスクです。謎の民族ドゴン族、そしてそのティンブスクということになります。で、このティンブスクの旧市街の中心地にこのような塔が建っています。で、中央部が旧市街図ということになります。そのティンブスクからナスカにラインを引いてみます。ナスカ高原です。ティンブスクから大西洋を越えてナスカ高原へやってきました。その直線はナスカ高原のグランドクロスと呼ばれている十字架ですよね。その横線と正確に重なります。つまりナスカ高原のグランドクロスの横軸、横線はティンブスクの方向を示しているということになりますが、なぜティンブスクなのでしょうか。なぜマリのドゴン族のティンブスクなのでしょうか。このグランドクロスの縦線は正確に現在のアメリカ合衆国のエリア51の方向を示しています。そしてその横軸はティンブスクを示しているということになります。エリア51とティンブスクは関係があるのでしょうか、ないのでしょうか。もう一度ここが重要ですから確認しておいてください。横線はですね、マリのティンブスクへつながっています。そして縦の赤い線はですね、アメリカのエリア51へとつながっています。そしてそのグランドクロスの横軸をまっすぐ東、つまり右の方に伸ばしていくと、そのラインはマリのティンブクツを通り過ぎてエジプトのエトフへやってきます。エトフのホルステンプル、ホルス寺院へやってきます。ホルス寺院、つまりホルスの寺院ということになりますが、ホルスイコールマルドゥックということになります。ここが重要です。マルドゥックイコールラー、ラーイコールホルスということになります。それについてはまた別のところで説明することにしますが、ここでマルドゥックとエリア51がつながるということになります。で、今日の動画は長いので先に結論を話しておきます。ナスカ高原でですね、グランドクロスと呼ばれている2本のライン、1本はマリのティンブスクを示し、縦軸のもう1本はアメリカのエリア51を示しています。で、これら2本のラインはですね、アフリカのドゴン族、そしてシリウスから来たと言われているインストラクトティーチャーへとつながっています。そして縦軸はエリア51、言うまでもなく火星人と深くつながっています。そしてそのことを絵画で表現したのが、ジョルジオ・バザーリということになります。ジョルジオ・バザーリはこんな奇妙な絵を描いています。絵の一部ですが、今ブルーで囲ったのがバフォメットということになります。つまりマルドックです。そして上にですね、プレデス星団、つまりスバルを書き込んでいます。つまりこのような形でパフォメットと、スバル、つまりプレアデス星人とが関係しているということを示したということになります。そしてキー枠で示したのが羊、すなわちイナンナということになります。その背後にいるのは当然エンリルということになります。
この2つのグループが現在の今も戦争を続けているということになります。上左火星人とプレアデス星人とそしてマルドックの連合軍対エンリル率いるイナンナつまりアヌンナキ軍ということになります。それを続く動画の中で順に説明していきます。では皆さんをマリのティンブツクとそしてドゴンの崖住居へ案内します。上の米印がティンブツク、下がドゴンの崖住居です。距離は 275km あります。で上がティンブツク、下がドゴン族の崖住居ということになります。まあ遠い過去の昔においてはですね、この辺一帯が一つの国であったと考えられます。今白い枠で囲ったのがですね、これが、まあ、私は人工運河と判断しています。まあ、巨大な運河ということになります。これと同じ運河が南アフリカやや、まあ、北方のですね、ツオジロというところにあります。でこの黄色い線に注意していただきたいんですけども、今赤い線に変わりました。私がブロークガロー、折れた矢と、まあ、呼んでいる奇妙な山があります。その先端から、南アフリカのフェルヌクパンへ線を引いてみます。なおこのブロークンアローは正確にナスカ高原の方向を示しています。これがフェルヌクパンのグレートトライアングルです。巨大な三角形ですね。つまりこのラインがですね、正確にブロークンアローの先端を示しているということです。ついでですけども左の三角形一辺ですね、これは正確にメソポタミアのエリドゥの方向を示しています。最初の都市国家であると同時に延期が君臨したエリドゥです。エリドゥすなわちエデンということになります。人間が創造された、まあ、都市ということになります。ここに巨大な三角形がありますが、黄色いラインはブロークンアローの先端、そして赤いラインはメソポタミアのエリドゥの方向を示しています。話を先に進める前にドゴン族の謎についての動画をどうかご覧ください。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient history in wonder.Today's story is about the Dagon tribe and their mysterious connection to Sirius by Ancient Cadcom website. Ancient Cadcom website starts its story as follows by saying, The brightest star in the sky is Sirius, without a doubt. The name Sirius comes from the Greek language and is translated as a glowing star or bright star.And what might appear as a single star is in fact a double or even possibly a triple star system according to observations made in the 1920s. Apparently, our scientists are beginning to accept just now what ancient people worldwide already knew thousands of years before us, like the Dogon tribe in Africa. According to Wikipedia,Almost 1 million pages of manuscript have been found in Timbuktu, Mali on mathematics and astronomy established in Mali Empire. That is to say, the Dogon tribe had established knowledge of astronomy long time ago. Ancient Cadcom write like this as well. How is it possible that Dagon had all this astronomical knowledge without tools to observe the sky?Properly. 今日の物語はアフリカ・マリのドゴン族の謎についてです。ドゴン族は適切な天文観測装置を持っていなかったにもかかわらず、シリウスが多重天体であることを知っていました。近年になって発見されたシリウス C の存在まで知っていました。それだけではありません。50年ごとにそれらの三重星が元の位置に戻ることさえ知っていました。さらに、
木星の大きさ、また木星には土星と同じような輪、環があり、木星の衛星の数さえも正確に知っていました。そうした記録がティン・ブツクだけでも100万枚近い書類となって残っているというのです。驚きですね。で、ドゴン族の言い伝えによれば、そうした知識をドゴン族はシリウスからやってきたインストラクター、つまり神ですね。先生神と呼ばれる神から教わったというのです。世界には大パーツがたくさん残っていますが、ドゴン族が私たちに伝える知識は、知識の大パーツと言えるものです。また、ドゴン族周辺からは、奇妙なアーティファクトがたくさん見つかっています。精緻なビーズ玉でよく知られているドゴン族ですが、中には、というより、どれも異星人との深いつながりを示すものもたくさん発見されています。で、大切なことは、こうした事実から、その向こうにある理論を組み立てていくことではないでしょうか。発見した、不思議だ、発見した、不思議だ、だけを繰り返していては、前には進めないということです。さらに言えば、こうした事実を生かすこともできなければ、私たち人間の先祖の知恵や知識を人間の未来に向かって役に立てていくことができないということです。つまりこうした情報を素直に拾い集めれば、その向こうにシリウスからやってきたエイリアンの姿をそのまま見ることができます。そういった意味でも、ドゴン族が伝える天文知識には重要な意味が隠されています。ドゴン族の伝える知識は、紛れもなく、知識の大パーツですね。で、今、このドゴン族の周辺から見つかったアーティファクトを見ていただいています。これを見てですね、人間というべきかどうかですけども、みんなですね、森本聡さんが見つけてくださいました、スウェーデンのゴットランドで見つかった、実に奇妙なアーティファクトです。現在、大英博物館にあるそうです。で、ここに、掘り込まれているエイリアン。博物館の方では、怪物ということになってますけども、と、ドゴン族の残したアーティファクトのそれと、大変よく似ていることに注意してください。で、私はこれはですね、以前検証しまして、UFO の内部、それを、3D スカルプティングと言いますかね、プロッターのようなもので掘り込んだものだと考えています。実に聖地と言いますか、奇妙なブローチ。大博物館の方ではブローチと表現しています。大きさはわかりませんけども、ブローチ台の大きさだからブローチと言われているんだと思います。で、こうして見ていきますとですね、シートベルトをつけたエイリアンが二人、座っているのがわかります。そして中央にはですね、コントロール機、あるいはその重力制御装置のようなものがついていると。私はそのように判断しました。というのはこれと同じものがですね、デンマークでも見つかってますし、さらに遠く離れた、マヤ、アステカでも見つかっているからです。それはともかくも、こうして比べてみますと、ここに、掘り込まれている、ここにですね、説明ありますけども、10世紀頃、スウェーデンのガットランドで使われたものであると。で、ここに掘り込まれているのはアニマルであると。動物であるというわけですね。それに納得するかどうか、あるいは逆にどちらがこじつけかという問題にもなるわけですよね。私がこれをですね、UFO の内部だというのはこじつけなのか。それともここに掘り込まれているのが動物、あるいはモンスターともありますね。モンスターなのか。どちらか。どちらがこじつけかということですよね。その判断は皆さんにお任せしますけども、このゴットランドで見つかったブローチに掘り込まれているエイリアンらしき、人物と、そして、ドゴンの、発掘物の中にある像とですね、大変っていうかよく似てると。似ているというレベルでね、それ以上の証明はできませんけども、似ているということになります。いかがでしょうか。長い頭、低い頭、そして奇妙な口ですね。そして、ドゴンの天文学に戻ってみます。こうした書類がですね、100万枚近くも見つかっているというんですね。一つの町だけで。で、それについてですね、翻訳、これから資料を翻訳していますが、これはですね、ancientcode.com というところがですね、発行しているウェブサイトの中に、中の、
まあ、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、きちんとした論文です。それを翻訳していますので、どうかお読みになってください。で、検証を進めてみますが、これがドゴン族の居住区ということになるのでしょうか。で、この視点を挙げてみますとですね、この、まあ、ティンブツク、そして私が名前がわかりませんので、マウントアロー、矢の山と呼んでいる山がその近くにあるのがわかります。上の方ですね。で、今のところに、まあ、ドゴン族の居住区があるというわけです。で、ライン理論で簡単に説明してみます。で、もう一度この、ティンブツクの町。
右が天仏区です。そして左が矢の山。マウントアルロと私が勝手に名を付けています。その94キロ、この中心までがね、ありますけども、ここに奇妙な山があります。どうしてこの山が奇妙かと言いますと、この下の黄色い線、右に行けばエチュフです。エジプトのエチュフですね。私が、まあ、この壁画からですね、このエチュフは宇宙へのエイリアンたちの、まあ、ハブ空港であると判断しました。そして、左へ行けばナスカです。そしてこの直線は、グランドクロスの上に寸分の狂いもなく重なります。で、縦線についても説明しておきます。ナスカ高原には現在の USA のエリア51の方向を正確に示すラインがあります。通称グランドクロスと呼ばれるナスカ高原においては最大かつ最も目立つ直線です。つまりコロンブスが大西洋を横断する4回の航海を成し遂げる以前からそのラインはあったということです。ここが重要です。コロンブスがアメリカ大陸を発見するはるか以前にすでに現在のエリア51の場所を正確に指し示すラインがナスカ高原にはあったということです。なぜでしょうか。エリア51の謎はまさに底なしの様相を示してきました。ナスカのあのライン群は誰が何のために引いたものでしょうか。その謎を解く鍵がアメリカのあのエリア51にありました。まず皆さんをナスカ高原へ案内します。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数のラインが引かれていますが、その中でも特に際立ったこのやや左にあります白いラインに注意してください。一般にはグランドクロスと呼ばれているラインです。長さが10キロ以上、幅は20メートルから40メートルあります。このラインは伸直線に正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。この黄色いラインは正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。エリア51はアメリカでも最も重要かつ秘密基地ということになります。そのエリア51の51は11種ゲマトリア、つまりユダヤの暗号によれば火星を意味します。火星です。そしてこのナスカおよびやや北方のパラカスではこのような縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長長頭人間です。ではこの縦長長頭人間は誰でどこから来たのでしょうか。その謎を解くヒントをあのゼカリア・シッチンが残してくれました。この本の1ページの中央部の挿絵に注意してください。この挿絵の中央部に書かれている人物に注意してください。左に書かれているのが六芒星。火星は太陽系の惑星を外側から数えて6番目ということになります。地球が7番目、そして金星が8番目ということになります。六芒星イコール火星のシンボルマークということになります。この挿絵の中の右から2人目中央に描かれているこの人物に注意してください。イギギです。そのイギギについてウィキペディア・イングリッシュには次のようにあります。イギギwas a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology, though sometimes synonymous with the term Anunnaki. In one myth, the Igigi was a younger gods who were servants of the Anunnaki until they rebelled and
were replaced by the creation of humans. つまり、イギギというのはシュメール神話の中では天の神と考えられていた。そしてイギギはアヌンナキの同意語として使われることもあった。そのイギギは反乱を起こし、人間の創造によって置き換えられるまでイギギはアヌンナキの召使いであったと。これがその円筒印象と思われる図柄の説明文ということになります。ただゼカリア書神はこの挿絵についてですね、左上に書かれているのは火星であり、中央に書かれているのはニビル、つまり横切る星であると説明しています。がここで注意していただきたいのは中央のその人物です。これが太陽とゼカリア書神が説いています。そしてこれがイギギ、火星から来た人という意味だそうです。そして左上に六芒星が描かれています。まあ、ここから火星人ということをゼカリア書神は判断したのだと思います。そしてその中央の人物の左右に人間らしき人物が描かれています。まあ、かなり大柄な人間ですから神だったかもしれません。この手をかざしている点に注意してください。右はですね、エジプトの壁画に残っている絵ですけども、皆手をかざして挨拶をしています。まあ、このような形で古代の人たちは相手に挨拶をしたわけですけども、まあ、大抵は目下の人が目上の人に対してこのように挨拶しているということになります。目上の人が目下の人に同じように挨拶している絵もエジプトの壁画に残っています。それはともかくもこの人物に注意してください。異様に頭が上方縦長に長く、そして頬骨が出ているのがわかります。少し回り道をしましたので最初の話に戻ります。ナスカです。ナスカのグランドクロスに注意してください。縦線ですね、今黄色いラインでそれを示しました。このラインは正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。ここが重要です。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。この黄色いラインはナスカ高原の中にあっても際立って目立つラインということになります。つまりナスカ高原の中においてはラインの中のライン、ラインの王ということになります。そしてナスカおよびその北方のパラカスではこのような縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上発見されています。縦長長頭人間です。その頭蓋骨と先ほど紹介しましたイギリの絵と比較してみてください。イギギと中央下の縦長長頭人間の頭蓋骨です。私林博士はナイル川周辺の例えばツタンカーメン王家族の頭蓋骨およびドゴン族のアーティファクトに残っている横長長頭人間の頭蓋骨と区別してパラカス周辺のこの頭蓋骨を縦長長頭人間と呼んでいます。それはともかくもこの縦長長頭人間の頭蓋骨と左側イギギの頭の形が大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。長い頭、そして出っ張った頬骨ということになります。つまり向かって左側この人物がイギギ火星人ということになりますから、当然向かって右側のこの縦長長頭人間もイギギ火星人ということになります。こうしてゼカリア書神の解読した謎とエリア51と、そしてナスカ高原のライン群がつながりました。が、それだけではありませんでした。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。この赤い帽子のようなものをかぶった人物の喉を見てください。生命維持装置のようなものがついています。
で拡大してみますと、人間らしからぬ顔をしているのがわかります。そうです、縦型超等人間です。その縦型超等人間をダヴィンチ自身が描いていました。右から2人目はパラカスの縦長超等人間です。同じ顔であることに注意してください。そしてその上の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり今から2000年前のイエス・キリスト自身であると私は判断しています。このようなスケッチ画を1500年後のイエスが私たち人間に残しました。そしてこれが私たちがよく知っているダ・ヴィンチの肖像画なるものです。こうしてダ・ヴィンチと一連の縦長超等人間とつながりました。なお、ここに描かれている人物は皆一人の人物、すなわち私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいる人物であるという点に注意してください。先ほど超等人間の向かって左側にいた人物がですね、今右側にいます。で、その人物と左側の人物が同一人物であるということを確認してください。顔というのは違いがないという点で同一人物と判断しますが、これら両者は細部に至るまで全く同じです。歯並びの悪い歯、開いた口ですね。そして、尖った顎先、小さな小鼻、鋭い目、細い眉毛など、全く違いがありません。つまりこれら両者は同じということですね。耳の下のコブも、まあ、その特徴ということになります。絵の描き方も同じです。ただ視線はね、右の方は手前の方を向いています。左の人物は前方を見ています。そうした違いはありますが、これら両者は全く同じということになります。まあ、ここがある意味でね、重要なポイントですから、皆さん自身の目で確認してください。で、これら人物はその後ですね、私林浩がカイン・キリストと判断した人物です。そしてこれらの人物をもとにして書かれたのが、私たちが現在知っているレオナルド・ダ・ヴィンチのあの年老いた時に書かれたと言われている自画像ということになります。で、上はですね、まあ、右からペーター像のイエスですね。その手のコブと中央の人物のコブが同じということですね。まあ、それについては別のところで説明してましたので、ここでは省略します。で、話を戻しますが、ここに2人の人物が描かれています。向かって右の人物は、これは頭が縦に長い超等人間ということになります。下顎がですね、前の方に出っ張っている、まあ、つまり普通でない受け口になっている点に注意してください。で、この人物が火星人であるということはですね、顎の下に生命一層死ぬようなものをつけています。そして指がですね、異様に長いということですね。
まあ、これが火星人の特徴ということになります。で、その向かって左側に先ほどの人物が手前の方を見ながらにんまりと笑っているということになります。ではこの人物は誰かということになりますけれども、もちろん皆さんがよくご存知の人物ということになります。比べてみていただければお分かりのように、右が私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。その人物と左の人物は全く同じということです。つまり左の人物の顔にひげをつけたのが右の人物ということになります。つまりこのダ・ヴィンチなる人物はですね、頭が縦に長い火星からやってきた超等人間と一緒に、まあ絵の中に描かれているということになります。で、その部分をですね、もう一度説明し補強しておきたいと思います。皆さんをエリア51へ案内します。アメリカ軍の基地の中でも最も秘密めいた重要な基地ということになります。その中心部からナスカ高原にラインを引いてみます。エリア51です。で、51というのはですね、ユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば火星を意味します。そのエリア51からナスカ高原にラインを引いてみます。するとその線はですね、ナスカ高原のグランドクロスと呼ばれているあの十字架の縦線と正確に正確に正確に寸分の狂いもなく重なります。つまりナスカ高原のグランドクロスの縦線はエリア51の方向を示しているということになります。と同時にですね、ナスカ高原で最も太くて長いライン、この、まあ、ライン、つまり長さが10キロ以上あります。幅が20メートルから40メートルあります。つまりナスカ高原のライン群の中にあってもですね、最も重要な、まあ、中心的なラインということになります。つまりこのラインをもとにして他のラインが引かれたということになります。で、このブルーのラインがですね、
アメリカのエリア51から引いてきたラインです。繰り返しますが、エリア51のラインがナスカ高原の中にあるということです。そしてそのラインは正確に正確にエリア51の方向を示しているということになります。アメリカ軍が現在のエリア51の基地を作るはるか以前からこのナスカ高原のラインはあったという点に注意してください。つまりその時からアメリカの現在のエリア51なる基地はですね、火星人の地球基地であったと私林博士は判断しています。そしてその周辺、まあ北方ですけども、その辺りから縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。頭の頂点って言いますかね、てっぺんにあるまあ骨ですね、頭頂板が人間は3枚出てきていますが、この縦長長頭人間の頭蓋骨は2枚です。まあ頭をですね、子供の時から歪めてこのような頭にしたという説はそれで崩れます。 DNA 鑑定をするまでもなく骨の数そのものが違うということですね。そうした骨が300個以上見つかっているということです。ではこの縦長長頭人間の、まあ、はどこから来た人物かということですけども、そのヒントをですね、ゼカリア・シッチンが本の中に残してくれました。その謎を解くヒントをですね、ゼカリア・シッチンが本の中に残してくれました。今赤枠で示した部分に注意してください。この絵はですね、円筒印象から起こした絵というふうに考えられます。で、まあ、中央にですね、頭の長い人物が描かれています。向かって左の人物も頭長いですね、まあ、ともかくも中央の人物に注意してください。で、上にね、あの星、太陽、月が描かれています。で、中央に足す、プラスというような文字が、文字ではなくてこれはニビルを表す、まあ、シンボルマークということになりますけれども、ニビルの星が描かれています。この中央の縦長長頭人間に注意してください。その人物の顔と、パラカス周辺で見つかっている縦長長頭人間の頭蓋骨の特徴が一致します。頭が縦長く、そして左右に頬骨が異様に出っ張っています。つまり中央に描かれているのは縦長長頭人間ということになります。そして左上の図をもう一度見てください。左上に六芒星が描かれています。太陽系を、外側から数えてですね、6番目が火星、7番目が地球、8番目が金星ということになります。つまりここに描かれているのは火星人であるということになります。ゼカリア・シッチンはこのページの中でここに描かれている人物、すなわちイギギは火星からやってきたイギギ火星人であると説明しています。六芒星がその証拠ということになります。そしてこの51は繰り返しになりますけれども、ユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。そしてその火星エリア51からのラインはナスカ高原の最も重要で、まあ、最も長くて太い、グランドクロスと言われている、十字架のラインですね、そのラインの縦線と正確に一致します。つまりこのような形でエリア51と、そして、ナスカ高原のライン群がつながりました。そしてそのライン群とですね、その周辺パラカスで見つかっている、火星人の頭蓋骨がつながりました。そのヒントとなったのが、ゼカリア・シッチンの書いた本の中に、紹介されている挿絵ということになります。そしてついでですけども、モナリザの絵の中には51という数字が書き込まれていました。51ですね、この51すなわち火星を意味します。で、モナリザの絵の背景には火星の風景が描かれていました。ただし逆さまです、アップサイドダウンです。で、モナリザの絵の一部をですね、拡大し上下反転しますと火星の風景になります。まあ、それについてはまた別のところで説明しますが、そしてあのヤングモナリザと言われているアイルワースのモナリザの絵の背景には火星の大地が正確に正確に表現されていました。これがヤングモナリザです。この部分は大地になってますね。下が従来は山と理解されていましたけども、山ではありません。林博士は大地と判断しました。左がですね、皆さんが火星で撮ってきた写真です。この両者が
一致している点に注意してください。そして右のヤングモリザの絵の背景に描かれている大地は写真のように正確に描かれている点にも注意してください。つまり絵ではない写真を焼き込んだということになるわけです。つまりこれも隠し絵ということになります。つまり今から500年前の1500年後のカイン・キリストはですね、このような形で私たち未来の人間に、メッセージを残したということになります。いつの日かこの君たち人間はこの謎を解く時がやってくるだろう。そしてその時君たち人間は私が誰であったかを知るだろうという、メッセージということになります。と同時に君たち人間は誰でどこから来たか、それを知ることになるだろうというメッセージも、含まれているということになります。つまり51周のは火星、そしてその火星の風景をモナリザ、そしてヤングモナリザの絵の背景に描き込んだということになります。もう一度繰り返します。51、エリア51の51です。この51は火星を意味します。こうしてダヴィンチとですね、先ほど言いましたダヴィンチの肖像画を皆さんにお見せしましたね。そのダヴィンチの肖像画と火星人の肖像画とつながっていきます。私たちが、知っているレオナルド・ダヴィンチなる、人間はですね、いたでしょうけども、は存在しなかった、画家は存在しなかったということになります。このような形で火星人とダヴィンチ、ダヴィンチとそれから、モナリザの絵の背景に描かれている火星、そしてそのダヴィンチと火星人がつながり、その火星人とですね、ナスカ高原のライン群とつながっていくということです。今モナリザの絵の背景に描かれている、火星の風景を皆さんにご覧いただいています。逆さまにして横伸ばししていますと、その風景は火星にもかつては水のあった頃の火星の風景と一致するということですね。つまりこのモナリザの絵の背景は、まだですね、遠い昔火星に水があった頃の火星の風景ということになります。逆さまにしてみます。そして横の場所に拡大するとその風景は、火星の風景と一致します。これ2枚の絵を重ね合わせましたけども、左右がピタリと一致するという点にも注意してください。そして手前下の方がですね、水面ということになります。このラインもですね、水物のラインも一致するという点にも注意してください。つまり、このような形で1500年後のカイン・キリストは私たち人間にメッセージを残したということになります。色の風合いはやや違いますが、模様は全く同じです。特に下の方の矢印で示した部分に注意してください。まさに水面に映る水もということになります。そしてその風景ですね、下は NASA が撮ってきた写真ですけども、その風景は火星の風景と一致します。色も一致します。つまりモナリザの絵の背景には火星の風景が描かれていたということになります。いろいろな説がありますけども、火星であるということになります。船を浮かべてみました。かつてはこのような水があったということになります。Thank you.
もう一度この絵を確認しておいてください。向かって左側にいるのがレオナルド・ダ・ヴィンチの、まあ、自画像と一致するイコールレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そして右にいるのが縦長超等人間の火星人ということになります。つまり親密な関係にあったということになります。ここに今紹介しているのは皆一人のデミゴート、つまりハイブリッド人間ということになります。つまり私たちが現在レオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいる人物ということになります。が、こうした事実を私林博以外にもう一人実は知っていた人物がいます。それがジョルジオ・ヴァザーリです。According to Zechariah Sitchin's life work, the earth is ruled by two gods. One is Marduk and the other is Inanna-Ishtar. Marduk belongs to the serpent clan and Inanna to the ram clan or so-called reptilians. But Marduk is a minority in the world of gods.Even in Babylonia and Mesopotamia, Inanna was at the top so often, but Marduk was never at the top in its power map. But now, so far as I have examined, Inanna is seemingly weakening in her power map, and Marduk is seemingly getting stronger, I understand. Why? Today,I will try to solve the mystery, but in another version of our history, I think that Marduk had joined hands with the Pleiades aliens who came from the Pleiades. It's just an imaginary hypothesis of mine, but it's not without evidence. That is a picture painted by Giorgio Vasari in the Renaissance. In it, Baphomet,whom I judged to be Marduk, is drawn, and behind it is the Pleiades. I, Hiroshi Hayashi, then believe that there is a Pleiades behind Marduk. ゼカリア・シッチンのライフワークによれば、この地球は二人の神によって支配されていると言います。一人はマルドック、そしてもう一人はイナンナ・イシュタールです。マルドックはサーペント族、イナンナはラム族、つまり俗に言うレプタリアン族ということになりますが、マルドックは神々の世界では少数派ということになります。バビロニア、メソポタミアにあってもイナンナはしばしば頂点に立ちましたが、マルドックは頂点に立つということはありませんでしたが、現在の今どこをどう見てもイナンナ派は勢力を弱め、マルドック派が勢力を強めているように思います。なぜでしょうか。今日はその謎解きに挑戦してみますが、私は別バージョンの人間史の中でマルドックが外惑星人のプレアデス人と手を組んだのではないかと考えています。あくまでも想像上の仮説ですが、しかし証拠がないわけではありません。それがジョルジョ・ヴァザーリの描いた絵です。その中では私がマルドックと判断したバフォメットが描かれ、その背後にはプレアデス星団が描かれています。私はマルドックの背後にはそのプレアデス星団からやってきたプレアデス星人がいると判断しています。広志林、ハナマシティ、ジャパン。ここが今日の動画の重要なポイントになりますから、もう一度画面を見ながら説明しておきます。これがルネサンスの時代にジョルジオ・ヴァザーリによって描かれた絵です。1511年から1574年の芸術家でした。まあ、大変な芸術家だったようです。ルネサンスという言葉もこのジョルジオ・ヴァザーリの周辺から生まれた言葉だと言われています。ともかくも右のような絵を描いているわけですけども、ここに奇妙なものが描かれています。中央に地球儀のようなものが描かれ、向かって左側にバフォメット、右側に羊が描かれています。バフォメットと羊です。
羊はローマンカトリックの象徴的な動物ということになります。で、このジョルジョ・バザーリの描いた絵のこの絵の中にですね、バフメットが描かれ、その背後に星が描かれています。このように星が並んでいる星団はプレアデス星団を置いて他にありません。となるとこれはプレアデス星団ということになりますが、ではなぜここにプレアデス星団が書かれているかということになります。で、あくまでも一つの仮説ですが、マルドック、すなわちバフメットはプレアデス星団からやってきたプレアデス星人たちと手を組んだのではないかということになります。続く動画の中でそれを説明しますが、その前にマルドックの神々の世界における位置を正確に皆さんに紹介したいと思います。マルドックは神々の世界においては少数派でした。ところがマルドックは現在、私が知る限り、先にも言いましたように、この地球上では力をどんどんと増しているように思います。なぜか、なぜかということなんですね。で、その結果として私は、まあ、より上位のですね、プレアデス星団からやってきたプレアデス星人と手を組んだのではないかと考えているわけです。で、もう一度この画像を見ていただきたいんですけども、盾のようなものが描かれ、その中心にですね、地球ですよね、地球が描かれ、向かって左側にバフォメットイコールマルドック、まあ、私がそのように判断しているわけですけども、その向かって右側に羊、つまりローマンカトリックの象徴的な動物が描かれています。その背後、つまり一番右にいるのは、私はこれはエンリルの素顔ではないかと考えています。つまり、まあ、ローマンカトリック、すなわちマリア、すなわちイナネシタールの背後にはエンリルがいるということを、この、まあ、一枚の盾が示しているということになります。まあ、恐ろしい形相の顔をしたまあ、神ということになります。日本の不動明王とつながっていきます。それはともかくもですね、このジョルジョ・バザーリが描いた一枚の絵がですね、この地球上における神々の関係といいますか、構想関係を示していると私、林浩司は判断しています。繰り返しますが、中央に地球を挟んでですね、二人の神が何やら話し合っているという雰囲気の絵ということになります。そしてバフォメットの背後、左上にですね、プレアデス星団が描かれている。そして右側にはエンリルらしき人物が、神が描かれているということになります。で、結論ということになります。ナスカ高原です。その高原にはグランドクロスと呼ばれている日本の長大かつ太いラインがあります。縦軸はエリア51を示し、横軸はティンブツク、もしくはブロークンアローの方向を示しています。で、そのティンブツクとドゴン族とつながり、そのドゴン族はシリウスからやってきたインストラクト・ティーチャーと深くつながっています。ドゴン族イコールシリウス、シリウスイコールドゴン族ということになります。横長長頭人間です。この頭蓋骨はあのツタンカーメン王家族の横長頭蓋骨とつながっていきます。こうして火星人と、シリウス人がつながったということになりますが、それを象徴的に表しているのがナスカ高原のグランドクロスということになります。そしてジョルジョ・バザーリの絵の中にはバフォメット、すなわちマルドックが描かれています。そのマルドックの向こう、緑色で示した部分が、これがプレアデス星団、すなわちスバルと言われている星団です。そして右ですね、羊イコールイナンナということになります。そしてその向かって右側に、まあ、恐ろしい形相で立っているのがエンリルということになります。こうして2派に分かれたということですね。で、マルドックはもともとは延期の息子ということですから、まともに立ち向かったのではですね、エンリルには勝ち目がないということになりますけども、マルドックの背後には火星人と、そして、シリウス星人がいるということになります。つまりこの絵を通してですね、火星人とプレアデス星人に支援されたマルドックと、そしてエンリルに支援されたイナンナの対立構造が示されているということになります。で、最後に一つ問題が残ります。現在の星座
表によればですね、シリウスと、プレアデス星団は別々の星座ということになっています。でオリオン座はですね、これはプロメテウスをかたどったものであると私は判断しています。ただし右はギリシャ彫刻ではありません。18世紀以後に作られた彫刻ですが、この彫刻家はですね、それを知ってか知らずかオリオン座に合わせてですね、プロメテウスの像を作っています。まあ、それはそれとしてですね、このオリオン座を挟んでシリウスと、まあ、プレアデス星団が位置します。オリオン座ですね。で、まあ、プロメテウスということになるわけです。でこの上にあるのが大牛座ということになります。大牛座の右下ですね、この右下にスバル星団が位置します。この形はですね、ミトラ像の、まあ、ミトラと、まあ、様子姿が一致しているということです。ミトラは首に刺さった短剣を抜いて、今まさに延期を助けようとしています。延期を襲ったのはネルガルということになります。それはさておき、まあ、ポーズが同じということですね。一番右はイタリアのサント・アポリナレ・ヌーボーの、まあ、モザイク画ということになります。もともとはミトラ誕生を祝してやってきた、3人の賢者を描いたものでものということになっていますが、現在は改変されてイエス誕生の時にやってきた3人の賢者、マギ博士と言われています。イエスではありません。頭にフリギア帽をかぶっています。で位置関係を見てください。中央にオリオン座ですね、そして下にシリウスです。そして右上にプレアデス星団があります。スバル座があります。つまりこれらは一つの一体として大きな星座を作っていると考えればですね、オリオン座イコールプレアデス、まあ、星団イコールシリウスということになるわけです。まあ、ついでですけども、シリウス、オリオン、アルデバランは新直線に並んでいます。アルデバラン、プレアデスは現在は大牛座の一角を、示しています。まあ、ともかくも全体として一つの星団、すなわち、ドゴン族にやってきた、まあ、シリウス人と言われている人たちはこの辺りからやってきたということになります。ということで、今日の動画はこれで終わりますが、要するに現在の今もですね、マルドック対イナンナの戦争は続いているということですが、しかしマルドック一人ではですね、とても、まあ、あの王たちには立ち向かうことができないはずなんですけども、立ち向かっているということは、そのマルドックの背景には火星人対それからシルス人イコール、まあ、プレアデス星人とのですね、いわゆる連合関係があるということになります。まあ、これが現在の神々の構想の構図ということになります。いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。
その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前、モナリザの絵の中に。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。